ゆうのカブさ,さん、ベルディも暑くなりましたね。よかったですね。えー、サングラス、楽しみですね。海と自然が気持ち良さそうですね。えー、ベルディの松ぼっくりは大きいですね。タンポポの綿毛みたいなものも不思議ですね。うん、またいっぱいカタツムリがいましたね。あと、古い家から灰が湧いていたのは何か開けるのが怖いですね。うんえー、教会がいいですね。 株さんリフレッシュできたみたいで良かったですね。また北海道で地震がありましたよ。震度5だそうです。いやですね。はいということで北海道で地震があったみたいですね。震度5をこれは震源地はどこでしょうか。うん。結構強い地震ですね。うん。<laughs> えっと、藤原うまこさん、よろしくお願いいたします。かぶくん、お疲れ様です。お散歩ですね。ずいぶん古い真下見でしたね。えー、不気味な感じでしたね。うん。気温31度もあるんですか。ほう、一気にですね。まだ本通してはありませんね。鼻声ですよ。えー、かぶくんのいつもの夫婦がなかなか出てきませんもの。うん。えー、確かに。確かにですね。うまこが、 自分自分に言うのもおかしいですけども、えー、アイヌ犬を連れて歩いた、えー、北海道の山道に似ています。懐かしいな、虫たちに会えましたね。よかったわね。うん。1週間後のメガネ楽しみですね。いい日だったんですね。かぶくん、ありがとう。またね。うん。あのー、昨日はね、虫が、まあ、その、ね、 写真が撮れてすごく良かったんですけどもあの今日も実はねちょっと行ってきましたうんでまたいろんな生物、まあ、ちょっとなんですけども、ね、ただ今日ねあのこれからちょっと嬉しい出来事があるかもしれないんですよね26日ぶりの「運が降る可能性があるんですよそのシーンを今今か今かと待ってます 195t さんよろしくお願いします きの,この冷凍保存話は数日前に私もしましたが忘れ,忘れちゃってますねあすいませんちょっとまあ株君、あるあるですね、えー、湿気の少ない時期ならザルなどに広げて乾燥させ干しきのこにすると保存ができますし干すことで栄養効果も上がりますうんはいちょっと忘れっぽいです、ね、えー、っときのこねうんなるほどそしてあそうか。 カッパとカッパは別物ですね。えー、妖怪のカッパは川の銅と書いてカッパと書く、うん。カッパで、えーと。カッパは川や池に住んでいて泳いでいる人の足を掴んで水中に引きひげ取り込み溺れさせようとする恐ろしい妖怪で人を狂わしたり病気にしたりするそうです。えー、今ではキャラクター化されたり可愛らしいイメージへと変化してきていますね。もともとは川に住む猿に似た獣獣、獣のイメージが、あのー、ね えー、イメージを捉えられていたそうですが、うん、19世紀頃からは一転して亀やすっぽんのような甲羅を持つイメージの方が主流となったそうです、うん、確かに甲羅があった気がする亀すっぽん型のカッパイメージは全国的にどちらかといえばマイナーなもんでしたが浮世絵という四角のイメージアの力が大きくてあっという間にこちらのイメージが スタンダードになっってしまったととのことですよ、えー、カッパとカッパを一括りにするカブ君はもしかして現代のカッパですかねえちょっと僕がカッパかっていう感じですねまあおかっぱじゃないんですけどもねうんあのカッパのおかっぱ頭っていうのもまたそうなのあれですかねあでもこれ <laughs> ねおかっぱ頭っていう表現もありますけどねうんカッパ3つくらいありますねあ かっぱ寿司っていうのもありますね。そういえばね。ね広げなくていいっていう感じですね。うん。でも、くしくもカッパ着た姿って、カッパみたいな顔ね感じがしますよね。あのね、まあ、かっぱがいる、川にかっぱいるからね、なんかおばあちゃんなんかいますよね。あんまり川のそばで遊んでると、カッパが出るからって言ってね、だから多分子供たちに溺れないために、カッパという妖怪を作ったのかな。うん。 ソラカデさん、よろしくお願いします。こんばんは。今日は終日雨でした。本日6月11日はですね、学校図書館の日です。えー、全国学校図書館協議会が1997年に制定されました。カぼさんは学校の図書館に関する思い出はございますか最高気温22度でし,でした。うん 図書館ね、そんなには行かなかったんですけどもね、ただね、図書館で安全地帯っていうイメージがあるので、まあ、結構ね、うん、でも高校のときはあの図書館が小さかったんでなかったんですが、中学校とか小学校の時はありましたね、うん、ねもうちょっとね、図書館行ってればよかったなと思いましたね、うん。そして本日、東北地方と北陸地方も全域が梅雨入りですね、梅雨入りしました。えこれより,より 梅雨のない北海道を除く、全ての地域が梅雨入りしました。えーとね。梅雨明けをめぐってとても混乱した梅雨でした。果たして今年はどのような梅雨になるのか気になりますね。うん、そうですね。今のところはちょっと気温がまあ、仙台 22°c ということだったんですね。うん、まあなんか今のところは普通な感じでしょうかね。うん、特にね、えー、梅雨の前半は陰性。後半は陽性になることがおる多い。 うん。ただ今年はラニーニャとエルニーニョのその入り替わりの影響があってまあ、結構な、えー、よくわかんない状況になるかと思うので、まあ、台風も来てますし、ちょっとこれからも降り方注意してますね。はい、えー、マイクバーティラーさんよろしくお願いいたします。株君こんばんは。えー、精神病院と読みますよ。よえー、日本郵政が運営する病院です。よってことですね。あの郵便局が運営する病院っていうのはあるんですね。 うん、これは今も、えー、とあるということみたいなんですが、あのなんで郵便局が運営をしているんでしょうかね、これは病院に郵便,郵便を預けやすくするっていうか、あれでしょうかね、なんか天国からあれですかねあの郵便が来るからっていう感じかな。えちょっと待って、でもな郵便局と病院ってあんまり関係ない気がするんですけどね。うん ちょっと怖くなってきたので自分で言って。えっ、ー、と島村長さんよろしくお願いいたします。カブ君さんカブさんこんにちは。えー、ポルトガルの国名ですがポルトカルカなまったらしいですということらしいです。なるほど。えー、ポルトこうでアミナで彼は知名らしいです。えー、ポルトガルは EU で物価が安く食事が美味しいらしい。タコの料タコの料理がベルギーではないと思いますが。 ポルトガルでは普通です。お酒を飲めないカブさんには関係ないけど、ヴィンテージポートワインは甘くて美味しいですということですね。ただ、数量が多いので注意は必要です。うん。ところでフィリピンで大規模な火山爆破が起こりそうです。なるほど。フィリピンで。うん。1991年のピナツボ火山の爆発のようなことが起こると、火山活動による寒冷化の危険があります。え1993年の夏は太陽があまり見れず、ずっと雨が降り、え ででで米が取れませんんんしたうん、そうそなんですよねこれは火山を大規模な火山が起きると地球の裏側までですねまあその火山灰というかわ、まあ、ーっといっちゃいましてそのまあ太陽光を遮って気候変動を引き起こしますからね、うん、だからちょっとこれは要注意ではないでしょうかね、うん、はいということらしいですよ。うん マイク・バーティラさんも言ったです。カブ君、こんばんは。いい天気ですね。欧州って急に夏になり、急に冬になるんですよね。えー、トランジーションがないんで、PCS 減点ですね。ああ、はい、これ、つな,つなり、確かに。うん。まあ、確かにですね。まあ、うん。ねえ、急にね、なんか狙ったりね。うん。はね、まあ、場所によってもね、ちょっとあれですけどね、こ今回は逆に南の方がね、 かなり雨降ってますからね。普通地中海とかの方は夏ね。あんま雨降んないんですけど、なんかかなり降っているらしいんで、ちょっと今年は不規則ですね。うん。はいえー、そしてかぶくんこんばんは。えー静岡県知事は川ンさんじゃなくて川勝知事ですよ。やらかしまくってますね。川勝知事うん。アメリカや中国ロシアの高速鉄道については、アメリカはテスト。技術は完全に他国に遅れを取っているから、もう無理えー。中国には向いているように見えますが。 えー、再三度外して高速テストを作りすぎて乗客、えー、もゼロ路線もあるようです、うん、それに保守管理が中国では無理でしょう、えー、ロシアも同じこといくら高速と言ってもあま、えー、りの飛距離には、えー、飛行機に太刀打ちできませんよあ、確かに確かにですね。えー、シベリア鉄道で極東からモスクワまで8000キロ以上、うん 時速500メートルを飛ばし続けても17時間はかかる、えー、乗客も耐えられないよ、うん、飛行機の方が断然速い飛行機なら、えー、線路を引く必要もないしましてリニア技術を中国やロシアに持っていくと軍事転用の恐れもあります、まあ、確かにそうですよねあの飛行機で行った方が速いですよね、うん、つまり飛行機で,もで行くのはちょっとあれあの短長すぎちゃうけどあ短すぎちゃうから あのその場合は、まあ、リニアの方がいいのかな。うん、だとすると、まあ、確かに東京、名古屋間っていうのは、飛行機で東京か名古屋はちょっと近すぎるけど、だけど、あのリニアだったら、ちょっといい,ちょいい感じなのかな、そのバランス的に、うん、そういう可能性、それ確かにそうですね。うん なるほど、ガッティンしてきましたね、えー。マイク・バーティラーさんも一答です。うん、株君こんばんは、速報、北海道で18時55分、えー、震度500、マグニチュード6.2の地震がありました。札幌では震度4です。はいということみたいでしたね。あのこれは震源地はどこですかね。札幌が震度4、マグニチュード6.2ってことは、札幌から遠くないところっていうことなのかな。うん 195T さん、よろしくお願いします。何々、株君同社の近距離ヒッチハイクしないでって何事、えー、ここの視聴者さんとか、どなたかヒッチハイクしようとしてるんですか、あそんなことないんですよ、うん、コメントはすべてチェックしてないんで、そういうコメント気づかなかったんだけど、あ、これね、あれですよ、このコメントにの人たちに対してっていうことじゃなくて、あの動画があったんですよね、まあ、そういう動画がね、うん、あったんで、まあ、ちょっと注意っていう感じです。うん ヒッチハイクは危ないと思うか。僕うんえー、三木美奈さんえー、よろしくお願いします。北海道にお住まいの方大丈夫でしょうか？はい、大丈夫でしょうかね。うん、あようさん大丈夫でしょうか？かぶくん揺れました揺れ。揺れました。先週も孫たち預かっている時に揺れました。今日は土管メキメキ横揺れうん。ビビってます。しかし無事です。とりあえず狭めうんと。洋さんは北海道ですが、どこら辺なんでしょうかね？うんはい、結構あの？ 揺れたとということです横揺れうん、ね、でもとりあえず無事ということでねえあのそして、えー、株君追加ですえ千歳厚間浦川あ川浦川沖辺りということかな震度5弱、えー、厚間町は前回山津波調べてみてくださいで大変な惨事になったところですうんあの辺かってことは、えー、南西ばあたり南西部ちょっと北海道の,あのちょっとこうこの辺りかなこの辺ってこと この辺かなおそらく。うん。浦河沖かなうん。で、えー、でも、マグニチュード6.2だから、そんなに陸地から遠くない、あれかな ?6.2 で、えー、札幌で、あのー、震度4っていうことは、そんなに陸地から離れてないとこっていことですか,そうかね、えー。真面目に、あのー、皆さん、注意してください。 えー、水道など保あ水水道保管しているとか、えー、確認してみてください。私の地域は大丈夫なんて場所はありません。まだ、えー、被害報告は出てませんが、余震が怖いですということですね。うん。はい、ちょっとあのね、えー、はい地震、うん。さらくらいさん、よろしくお願いします。もう一度です18時55分。あちょっとお待ちくださいね。はい、えー えっとね、18時55分頃、北海道で最大震度5弱の地震が発生しました北海道の道南、道央と青森県を対象に緊急迅震速報が発令されました、えー、津波の心配はありませんということですね。 はい。えっ、ー、と、三浦さん、よろしくお願いいたします。こんばんは。千秋三浦です。えー、妖怪のカッパはカッパ、レインコートはカッパですよ、と思いますよ。うん。私もよくわかんないけど、妖怪とレインコートは関係はないかもしれません。関係性、あ、関連性はね。うん。えー、たまたま言葉が一緒っていうことかもしれませんね。なるほど、そうなんですね。意外となんかカッパ着た姿はカッパっぽいですけどね。うん。でも、カッパ寿司とかもありますよね。ねえ、ちょっとカッパだらけでなんかちょっと、 ね、お,おかっぱとかもあるし、ねうんはいえー、ヒッチ回帰は国によって安全上の理由で法律で禁止されている国もありますあ。そうなんですね、なるほど。アメリカの大半の州では禁止となっています。日本に関しては、金銭が絡まない場合は違法ではありませんが、絡む場合には道路運送法に定触するため違法となります。いわゆる白タク行為にあたります。うん。えー、さんがおっしゃる通り何かと物騒な世の中であり日本を含めて 私もやめた方がいいと思います。やめた方がいいと思いますよ。これはね、あの、本当に、あの、思います。うん。ね、あの、アメリカとかで法律で禁止になってるっていうのは、これ初耳でした。なるほどですね。これはでも、いいことだと思います。やっぱね。うん。あの、魔女の宅急便でヒッチハイクするシーンありますよね。うん。まあ、あえやって風情があればいいんですけど、ちょっとそうなってない気もしますからね。ぜひ注意してくださいね。うん。 レモンミカンさん、よろしくお願いします。えー、カブクン・ブルデンヌという海岸林のある場所は31度ですかうん。白いニワトコの花の木はちょうど今、神奈川県のうちの付近でも咲いています。ネズミ餅の木も日本によくあります。あの、ジャポニカってついてますよ。あれ、日本から来たらしいですね。白い野生の野原、ロサピンピネリフォリア、いいですね。うん。薄桃色の野原もいいですね。 えー、地面につるが伸びている、えー、黄色い色っぽい花を見初めて見ましたがクレマティスの種類かな、ね、不思議な感じでしたねちょっとアレチーリーも見えましたね、うんえー、砂浜に行っていたんですね浜ナスの目が覚めるような赤紫浜ナスはさこ皇后様の誤印です なるほどうん。やっぱり、えー、野生のバラはいいですね。好きです。血、えー、をはう小さなピンクの花、オノニス、覚えています。ね、昨年、オノニス、オノ、あ、オスの巣と間違えたりもしました。確かに。やらかしましたね。だからか鬼の巣っぽかったから、なんかね。うん。オノニスでしたね。えー、黄色のマンニングサの群生、イネ科のウサギの大きなタンポの綿毛みたいな、 植物いろいろあり楽しいです。うん。えー、浜昼川は湘南の海、えー、海岸の下にもあり、葉っぱが可愛くて花も綺麗です。えー、海岸林の浜松木実はこれでびっくりですね。僕もあんな大きなびっくりしました。あの3つほど持って行っちゃいました。うん。大松大王将という松の種類に似てますね。 大王将。ヤコブ・ボロギク、ヒナギク、キンポージャ、ベルギーのどこにでも咲いていて可愛いわいデハチョウが昔の学級の学習ノートの表紙を思い出しました。なんか懐かしいですね。うん。この海外林のシジミチョウは青いんですか見てみたですね、このチョウチョはね、青くなくてですね、あの、あ えっとね、写真の蝶々は青かったんですけど、僕が見つけたしじみ蝶っぽい蝶は、多分あれ、マダラ蝶っぽい感じでしたんで、しじみ蝶を今回見つからなかったんですよ。うん。楽しかったです。ありがとうございます。いや、僕も楽しかったですね。うん。で、今日もちょっと、えー、他のとこ行ってきましたんで、ただこれからちょっとね、あるイベントがあるんですよ。今、それは僕待ってますね。時々動画を止めながら撮影してるんですよ。うん。まあ、何せ26日ぶりですからね。うん。 ゆうのややさんよろしくお願いします。かぶさんヒッチハイクですか？ヒッチハイクは今までの人生でやあやりたいと思ったことがないですね。うーん。 もうそのままでいいと思いますよ。ベルギーは結構やる人いるんですかヒッチハイクはアメリカとかのすごい田舎で道でやっているイメージですね。確かに。株さん吉田にある、この前買った時計可愛いですね。うんまあ、ありがとうございます。あれ、僕がね、あの力説してる時にね、カンカンなるので、ちょっとなんか気が散る時があるんですけどもね。うんまあ、確かにアメリカンのイメージがありますね。うん、あのフランスとかではですね、あのヒッチハイクではないんですけど、車は、まあ、あの、ま、 車をシェアするようなのがあった気がしますね、確か。うん、でも、ああいうのもちょっと危ないかな。うんはい、えっ、ー、と、空えさんも言ったです。お天気観測、お疲れ様でした。急に暑くなりましたね、えー。自然観察の前にサングラスを購入しに行かれたんですね。えー、このメガネ店は、確か、えー、去年、あっ、去年、新しいメガネを購入したときに訪れたお店ですよね。うん えどんなサングラスを選択されたんでしょうかお披露目を楽しみにしていますえ。松ぼっくりの大きさが特大サイズですねえ。日本ではここまで大きいものは見たことがありません。古いお家からやたらと多くの肺が媒介していますが、何か不吉な予感がしますね。うん、根拠はありませんが、不気味さを感じます。かカバさん、お出かけ後、体調はいかがでしょうか無理しすぎずにえ、お体の体調と えー、よくくから活動してくださいねうんあのお家ち、ょっとなんか怪しい雰囲気でしたね。ちょっと怖くなりましたね。で体調はまあ、うん、10のうちの 4, 4ぐらいですかね。うんはい、えー4。4っていうのは体調の悪さが4回なんで、まあ、10分の6ぐらいは良くなってるのかなっていう気はしますね。はい。まあ、ちょっとね、まあ、ちょっとずつなんですけどもね。うん 僕も日本で、えー、見たことないしこっちでも見たことないですね、うん。あんな大きいのはね。うん、はい。えー、ヨウさん、もう1度です。カム君、お騒がせしました。19時現在、被害報告はなし。一部、高速は点検のため通行止め。JR は在来線遅れと運転見合わせだそうですね。えー、新千歳空港、点検済みのため運行を再開しました。えー、大変ご心配をいただきありがとうございました。とりそり。うん。はい。 とあの何もなかったということ、何よりなんですけどもね、でも、地震どうしちゃったんだろう、すごい多いですね、本当に。最近ちょっと小康状態かと思ったら、また起きたということなんで、いや、ちょっと本当にこれからも心配が必要かなと思います。マグニチュード6だと、また多分同じような地震が起こるとか言ってませんかね。うん そして、えー、レモンミカンさん、先ほど北海道でマグニッツュード6.2の地震がありましたね。えー、津波の心配内容ですが、北海道の皆さん大丈夫でしょうかヒッチハイクは絶対だめ、うん。ヒグマやマムシやハブのいる山に、山を知らない人が、ま、山を知らない者が一人で入るようなもんです。以前、山回りの先生がおっしゃってましたが、あまり嫌な話だからやめときます。なるほど。山回り先生、何か言ったんですね。うん,なんで。なるほどですね。これね、うん。なるほど。 ちょっと気になりまますすねさんよろししくお願いします、えー、リニア中央新幹線をめぐって、えー、静岡県の知事は再建になり静岡県内を通過せずに松本を経由するルートを打診したようですということですね。なるほどえー、このルートでは甲府から名古屋間ではほぼ全区間の中央本線のルートを走るように走行することになりますと、えー、遠回りになりますがこのルートですと静岡県は一切通らずに済みますということですよ。 ただ、実現の可能性はかなり低いと思いますえ。JR 東海と静岡県知事の間で揉めている南アルプストンネルはえ、静岡県内の部分を除いて、既に工事が始まっています。えこのため、仮にこれからルートを変更する場合には、巨額の追加費用がかかることになり、現実的ではありません。うん、トンネル内の水を多い川に戻すための、導水道トンネルも、 建設することで問題にならないように対処する方針であることもすで、えー、に決まっていますが、それでも認可していない状況です。えー、このため、モーリング調査を行おうとしていますが、ここでも揉めていますと、さらに隣接する山梨県知事も静岡県知事に対して具現を表していて、ますます問題が複雑化してます。うん。ということみたいですね。どうするんでしょうかね。うん。あの途中までやってしまったら、もうこれはね、しょうがないですね、もうね。 うん、まあねいろんな関自然環境も気になるんですけどもど,どうどうなっちゃうさんねうんねちょっとあのねうんはいえっ、ー、とマイクバーティアさんよろしくお願いしますカブ君こんばんはいきなりヒッチハイクの話てどうさんですかおっしゃるようにヒッチハイクは自殺行為ですねえ国によってはタクシーも危ないチェコのタクシーで有名なのがメーターが偉い勢いで上がっていくというのもあり これあるあるですね、あるある。うん、料金を払わないと見知らぬところに連れて行かれます。怖い、怖い。うん、メーターがおかしいと思ったらすかさず車を止めて、とにかく料金を払って逃げること、そう、そう、そうです。あのね、もう料金払うしかないですよ、もう、うん、命と料金、お金、もう命選んでくださいね。うん、それとタクシーに乗る際は、ドライバーの後,後ろの席に座って、いざという時は、ドライバーの首を絞められるようにすることも考えた方がいいですよ。 うんえ海ぐるみ剥がれるだけならまだマシな方命も狙われますよそれに若い女性なら点々点ですうん本当ですね本当ですだからあのもうほんとねそういうのあるんででもチェコのこれ怖いですねうんタクシーとかも本当ね結構まあ危なかったようにすることあるのであの特に ちょっと安いタクシーとかあることがあるんですが、まあ、ベルギーはちょっと分かりませんけどもあの、安全装置がついてないタクシーってのはあるらしいんですよね、うん。そういったタクシーっていうのは、あのほぼ100%犯罪に巻き込まれるっていうことを意味してるんで、えー、多少値段が高くても、ですねあのそういった安全なタクシーを乗るべきだなと思いますよ。うん はいえー、と佐々さんも一です。日本がリニア新幹線技術を海外に売り出すためにはまず日本での営業運転実績が必要であるためリニア新幹線はまだ改良をしていないため今は無理な話ではないかなと思います。日本の新幹線技術が現,世界現在世界で大きな話題になっている理由は1960年に国内初の新幹線となった、えー、東海道新幹線が開通してから今日に至るまで の確固たる確かな実績があるかなと思っています。うん、日本に技術を輸出する件に関してですが、基本的には賛成です。 ただし中国やロシアのように他国に対して侵略行為を行っている国やその恐れのある国に技術を教えることは反対です。え軍事面に悪用される危険があります。えちなみに中国でも現在、リニア新幹線開業に向けて準備が進められているようです。え日本より先にデビューしそうですが、中国ではこれまでに何度も大きな塾がト,トラブルが起きているため、そんな中でのリニアには関しても疑問符がつきますね。日本は焦らずにこれまでどおり実績を重ねていては、 体重良いと思っています。その通りですね。もう中国なんてまたなんかあの新刊あのなんだね。列車の事故とかで埋めちゃったりで、列車をね。一言埋めたりしてましたよね。あれも、ね、なんか本当にちょっと信頼なんないんで。まああのちょっとね。うん、えー、まあ、あのねえー、油断にならないなと思いますよね。うん。 そして、リニア中央新幹線の必要性について、私のお考えも述べておきたいと思います。結論から言うと必要不可欠であると思っています。理由ですが、まず一つ目は、この前にお話少し話しましたが、東海道新幹線の混雑緩和のためです。の,ぞみ号の東京から新大阪間は 平日の日問わずに常に常混み合っています、うん。リニア中央新幹線と積み上げができることで、えー、混雑緩和と静岡県内の全駅を通過するのぞみ号を減便して、えー、光号と小玉号を増便できるようになり、 静岡県内の駅からも新幹線が利用しやすくなるため一石二鳥と考えています。基本的にリニア中央新幹線はビジネス向け、東海道新幹線は旅行者向けとなり、積み分けが可能になると思います。日本は時間にとても厳しい国で、外回りのビジネスファンの世界においては、その傾向は特に顕著であり、狭い国、日本、そんなにいずれどこへ行くというようなことを言えない状況の人は とも日本においては多い現実もあると思います。2つ目は内科ルートの観点からです。 東京、名古屋、新大阪間は人の移動が多い間でひとたび普通になると多くの利用客に影響があって場合によっては社会活動にも影響が出ることもありますこの前の大雨の際に迂回する形で北陸新幹線で金沢経由し金沢から特急列車で名古屋や大阪などに向かった方も多かったと聞いています代価 <laughs> ルートは複数あると混雑を最小限に抑えられた現場の負担軽減にもつながります えー、それと日本においてリニア新幹線を必ず必要としているのは私の考えでは東京新大阪間のみだと思っています、えー。それ以外に関しては既存の新幹線や特急列車で十分対応できると思っています。うん、はいということですね、まあ、確かにねあのビジネスマンとなんだっけ、ね、あの旅行者の、ね、住み分けって何かありますよね。なんか一緒だと ね、いろいろこうなんかん問題っていうかなんかね,、あのー、ねありましたかねこの前話ありましたかね前ねうんあそして歩行者天国は今でもやってますうん秋葉原に関しては事件後もしばらく休止されていましたが現在は再開されてますということですあ本当ですかなるほどうんってことはあれから、ね、再開されたんですねうんはいあのということみたいですね うん、僕もね、歩行士天国はいいなって思いますよ、やっぱ。ねうん。えー、そらかさんも言ったです。カブさん、マイクボさんへコメントありがとうございます。イスラム教、イスラム原理主義の影響を強く受けている人には、やはり強制、再教育は意味がないのですね。えー、こうなると、もし万引きをはじとする犯罪に手を染めたら、えー、強制退去処,処分を命じて国から追い、 出すしか、解決策はなさそうですね。え、強く見に迷惑をかけることはダメですね。うん。あの、本来そういうふうにすべきだなっていう意見が上がってます。ただね、まあ、人道的ではないということで、ま、あ結構、まあ、国会が分かれてるんですよね。まあ、あの、国会にもですね、イスラム教の人たちが入り込んできていて、あの、日本、その、ベルギーの、いや、ヨーロッパの文化を、その。 壊し始めてるっていうじゅん、ね、危具が生まれてるのでまあちょっと危ないですね。うん、そして日本人が外国語を取得が苦手な理由は日本語と発音や文法が大きく異なる言語が多いこととえ言葉を使った討論をすることが苦手な方が多いかであるかもしれません。え日本では阿雲の呼吸や暗黙の了解によってのみえ会話が 整理する場合がありますが、これは日本以外では通用しないことですねえ。日本人が不真面目だから習得しにくいわけではないと思っています。えそういえば、株部さんがフランス語とオランダ語の語学学習を目的に、え語学スクールに通学された経験のお話をされたときにえ、文法の勉強はほとんどなく、ほ,ほぼ、あ、雷になってきた、ちょっと待って、26日ぶりのあれが来るかもしれない。 ねあの、スクールに通学された経験のお話をしたときに、文法の勉強はほぼなく、オーラルコミュニケーションが中心だとおっしゃっていましたね。えー、机の上で黙々と勉強するよりも口に出して話そうが、習得が早いという考えがあるかもしれませんね。あの、勉強の仕方がね、やっぱ違いますね。うん。全くね、うん。はい。あの、やっぱり書くことはほぼ少なくて、でもね、書けない人だから多いですよ、逆に。うん。だけど、話すことに対しては、 結構早く身につけられるのかなっていう感じがやっぱしますね。うん。あの、個人的には、あの、だから学校の授業なんかも会話中心の方がいいんじゃないかなっていう気はします、やっぱね。うん。さあ、今、雷が鳴ってきて、ちょっと。え、ゆういのややさん、よろしくお願いします。かぶさん、6月12日は日記の日だそうです。日記の日、なるほど。うん。も 日記と同じですね。日記は小学生の時に宿題で書いたっきりです。A、株さんは日記はつけてますか何年も続けられる人はすごいと思います。ちなみに日記の日は、やればアンデ・フランクのアンデの日記が書き始めたことが由来だそうですよえ。デジタルじゃなくつける、日記もつけるもいいですね。うん。いや、そうですね。僕はあのアナログでやってますけどね。うん。はい。ということらしいですね。日記ね。僕日記毎日書いてますよ。あ日記ってか、まあね。うん。 はいまあ、記録してけのもね。はいというこ、えー、とで終わりにしていきたいと思います雷雷鳴ってきたね。うん